きチャンネル。じゃあ、こんにちは。今日報告があるんですよ。はい、報告。はい、あのシンプル思考っていう本を出しましたですね。もう知ってます。知ってます。知ってます。もう何回言うんですかそれ。え、ね、4回目もう。4回目ですか。はい、でここにあったんで。そう、あるでしょうね。だって告知して終わったらそこに置いてるんですもん。花田さんからおみくってでも前の動画見てない人いるかもしれないですから、ね、そう、ね、でも4本全部見てくれてる人はまた告知かよと思ってもめっちゃ飛ばしてるかもしれないですよ。ダメ飛ばしちゃう。まあ、はい、え、買ってくれたんですか。いや、まあまあ、さっき楽天見たんですけどね、うん、売り切れだったんですよね。あれ、じゃあ楽天ちょっと電話しこなかったんですね。補充しろって、はい、今日のテーマはこっからよ。こっからですか、うん、はい、優勝するためのキーマンはこの選手だっていうね、はい、開幕前に話しましたけども、はい、今日はパリーグ編です。はい、じゃあそのキーマンにちゃんと佐藤さんの目が当たってたのかってちょっと見ていきたいですね。そう俺はこの選手が頑張ればね、うん、俺は絶対優勝できるはずやとかね、はい、最低でも A クラスいけるんちゃうかっていうね、うん、ところで西武最下位、はい、うん、森と今井です。はい、だから森チーム首位打者3割9厘、はい、で今井チーム最優秀防御率、うん、3.30、 チーム奪三振、はい、137、うん、頑張った。2人とも頑張ってる、うん、ますよね、はい、でも最下位、はい、だってことはじゃキーマンじゃなかったんですか。うん、そうなるね。だからあれなのかな、はい、あの絶対活躍する選手を言ったら、はい、ダメなのかな。そういうことですね。そいつらじゃないよってこと。この人がなんか意外にもすごいめっちゃ頑張ったらチーム上行くよみたいな人はやらないといけない、ね、うん、ああ、そっちかですかね、うんうん、だって頑張ってるからね、2人と、はい、でもいいのにっていう、頑張ってんのに最下位になってんじゃんって言われてもね、まあ、俺は困るんだけど、はい、じゃなかったね。じゃなかったのかもしれない、うん、はい、じゃあ続いて5位、はい、日本ハム、うん、清水、伊藤大海、うん、伊藤大海、伊藤投手はすごかったです ね、オリンピックも出て、うん、最後ね、10勝もして、はい、清水、はい、ちょっと、うん、一昨年はね、はい、あの2019年はあれ もうちょっと頑張ったら佐々木翔いけんちゃうかっていう、はい、結構ねかなりいいところまで、ね、いいところまで行ったけども、ちょっと全体的に守備練習必要だね。うん、そうですか、うんうん、だからまあだから5位だね。清水がもっと頑張ってたら行ってたかも、行ってたかも、うん、まあ、そう捉えておきましょうか、うん、そう捉えて、はい、そうしましょう。で4位、はい、ソフトバンク、うん、甲斐森、はい、甲斐はうん、もちろん頑張ったね、はい、で森がもういなくなっちゃって、なんか左肘がなんかで手術もしていなくなっちゃって、はい、あれ痛かったですね。森がいないのは痛いよ。森と甲斐は抜けちゃいけない一番の存在だったのに、はい、その片方が抜けて4位、うん、仕方ないね。だから俺の見る目が合ってたね。じゃあこれ森が頑張ってたらそれは1位だった。そうですね、うん、確かに。次、はい、3位、はい、楽天、はい、外国人2人、ディクソン・カスティーヨ、はい、あと松井裕樹、うん、2人ともこれ当たってる。いたらもう1位よ。はい、2人とも外国人がハマって松井投手がずっといたら、うんうん、優勝してたかもしれない。わ、ね、わ、ぴったり。うん、うん、でしかもディクソン勝つよ両方ね、はい、首になっちゃって、まあそりゃそうだよね、まあ、そりゃそうですね、仕方ないね、うん、まあ怪我もありながらね、まあ、次どういう外国人がね、うん、本当に外国人の力が今年はちょっと足りなかったので、うん、しかもキャンプで見てないからね、どんな選手だったかも分かんないし、ね、あとまあコロナ禍もあってね、この外国人選手たちも難しかったと思うけども、うん、はい、あと後ろのね、うん、守護神が決まってるかどうかも大事だっただけに、はい、やっぱバタつきましたから、抜けてからね、抜けてからバタついて、うん、はい、これ言ってたら1位だったよ。このキーマンは当たってますね。次、ね、うんうん、2位、はい、ロッテ、うん、藤原からか、はい、まあ、からかがね、はい、頑張ってくれると思ったらいなくなってね、うん、でも佐々木千早が出てきて、はい、で藤原がね、うん、今年はレギュラー取れちゃうか、うん、って思ったらね、まあ、パッとしなくてね、はい、だからここがパッとしてたら1位だったよ。でも、こう仮に埋めてる方いますからね。まあまあ、そうだね。はい、うん、だから、まあ、もうちょっとだから埋めてれたから2位まで行けただけど、行けましたね。ここがもっと行ってたら1位だった、うん、ああ、確かにそうですね。そう、うん、だから当たってんの。当たってんですか。頑張んなきゃいけなかった。あ、確かにそうですね、うんうん、で、1位、はい、オリックス、はい、佐野山岡です、うん、あ、これキーマンだったんですよね。そう、うん、俺はやっぱあの佐野がね、はい、周東並みの足があると、はい、だから出塁して、うん、盗塁かきね、うん、かき回して、はい、盗塁数オリックス少ないしね、うん、センターで佐野がレギュラーになれれば、うん、やっぱこの最下位から一気に逆転1位いくんちゃうかと、うんうん、でピッチャーね、うん、やっぱりあの山本はもうそれ活躍するのは当たり前だけども、うん、その次の山岡が同じように出てきて、うん、2人で30勝ぐらいできれば、うん、もうそれは6位から1位で、ね、うん、
俺は思ってたよ、はい、うん、まあ、でもキーマン2人は、まあ、今年はあれでしたけど優勝しましたねそうだね、キーマンじゃなかったね、はい、だからキーマンは杉本と宮城だったね、そう、 あ、そうですね山岡投手のところを宮城に埋めたで外野もね、うん、はい、杉本が吉田のね、あと埋めて、はい、だからキーマンは杉本と宮城だったわ、はい、山杉本選手当てるのはちょっと難しいですね、いや、の時点で言うのは、あとあの俺の期待値も俺頑張れば入ってるからね、あ、そうかそうか、はい、そうそう、俺の頑張れっていう、うん、あの個人的見解も入ってるから、はい、そういった意味でも佐野頑張ってもらいたかったけども、うん、崖っぷち選手の、はい、あの後藤俊太と同じようにちょっと福田に全部取られちゃった、ああ、そうですね、うん、もしかしたらこうだからあの2位のロッテも藤原と変わらない感じなかったね、はい、キーマン、そうですね、うん、あのマーティン・レアードと佐々木千早だと、あ佐々木千早キーマン言えないよな、言えないですよ、あ、うん、なかなか難しい、あの時点で予想するのは難しいですよ、難しい、本当によく頑張ったけどね、うん、はい、で3位の楽天はまあまあここは1位になるためにね、うん、なるためにだから2位のロッテでいうと1位になるためのキーマンでいうと二木だったね、うん、あピッチャーは、うんうん、二木、はい、安田だったね、うん、そうかも、あ、そうですね、うん、こう優勝するためには、うん、はい、ここが頑張らないとっていうところだったね、うん、結果から読みとくとね、はい、うんうんうん、で、まあ、3位はそうだよ、まあ、外国人と松井だね、はい、うん、で4位は貝森っていうよりも石川だったかな、あ、石川修太投手、うん、がもうちょっとできると思うんだよね、能力的にも、うんうんうん、で、あと野手はリチャーズだったかな、あ、まあでもね、後半戦出てきましたね、うん、そんなでも一軍にもいないやつキーマンって言えないよね、終わったから言えるけどね、うんうんうん、で日本ハムはやっぱ太田とか、あ、太田西川だったかな、はい、で、ピッチャーはまあ伊藤はまあいいかな、そうですね、うんうんうん、セーブなんで頑張ってんのに ね、 じゃあ誰だったかな、山川かな、ああ、そういうところ、そうですね、うんうん、と、増田だったかな、守護神も、あ、ちょっと抜けていたかったね、そうですね、うん、そこは確かにもっといってれば、うん、そうだね、もっと上にはってなったかもしれない、うん、もうちょっと勉強必要やな、俺のなんかレース、この動画佐藤さんの見る目を試してるみたいな動画です、そうやな、でも皆さんね、うん、どうでしたか、うん、皆さんのキーマンもあってたか知りたいですよね、あ、コメント欄書いてくれてる人いましたからね、ちょっと振り返ってみていただいてもいいかもしれない、ね、そうそう、ちょっともうちょっとね、来年の開幕までにしっかり見る目をね、うん、養って、はい、キーマンをね、また見つけたいと思います、はい。